です。今週は都立大前にあるイタリアンレストラン、サルテリアデイジーに来ております。こちらはですね、日本画家のマヤさんが描いている、女神の絵が描いているということで、今日は楽しみに配信したいと思います。はい、まずはですね、アペタイザー到着しました。楽しみにいただきたいと思います。いろんな色とりどりな食材が載っております。それではですね、前菜が到着しましたので食べてみたいと思います。ハムとかにポテトサラダなんかも載っております。美味しいです。ちょっとなんか手作り感のあるポテトサラダですね。いろいろなものが、お野菜が入っている感じがします。あとはですね、生ハムとか、ハムがありますので食べてみたいと思います。生ハムも美味しいです、はい、こちらがですね、カプレーゼになります。美味しそうです、さっぱり爽やかで美味しいです。マルゲリータのピザが到着いたしました。早速いただいてみたいと思います。こちらはですね、オリジナルの釜があって、釜で焼かれているピザだそうです。いただきます。すごいチーズが濃厚で美味しいです。このハーブがまたいい感じです。ジェラートが到着しました。今日はですね、ブルーベリーヨーグルトと、シトラスのジェラートにいたしました。こちらはですね、高濃度のビフィズス菌が含まれているということで、とっても腸活にいいそうです。楽しみにいただきます。はい、それではとても楽しみにしているジェラートを食べてみたいと思います。こちらです。美味しそうです。2つ目のジェラートが到着しました。こちらがですね、ピスタチオとベリーミストになります。こちらも高濃度ビフィズス菌が、入っているそうで、腸活にとてもいいジェラートだそうです。楽しみです。美味しそうな配色ですね。いただきます。とってもベリーです。ではまず、オーナーの増山さんです。ちょっと今日はお話をお伺いさせていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。お友達の日本画家のですね、マヤさんの絵が後ろに飾られているんですけれども、とっても美しい女神なんですけれども、これは増山様がご依頼されて描いていただいた絵ということで、はい、いつ頃描いていただいた。オープンする前に描いていただいたので、本当1年ちょっと前ですね。はい、そうですか。はい、本当に美しくてですね、私もいろいろな、ね、インスタとかインターネットで拝見させていただいたんですけれども、実物がまた色鮮やかでとっても美しいですね。はい、最初はこうジェラートのこのイメージだけをちょっとお伝えさせていただいたんですけど、はい、そのイタリアのこう女神っていうところをマヤさんは、はい、インスパイアしてこういうような表現を、はい、していただきました。イタリアの女神ということで、はい、このあと手から出る虹のイメージと、あとこうジェラートが手から出てくるというのが素晴らしい、彩りがすごい、彩りがすごいですね。でまたお客様はここにジェラートを実際置くと、こうジェラートがふわっと出てるようなインスタ映えする写真をね、ここで撮っていただけるということで、はい、とっても美しい絵だと思います。壁はこちら側にですね、じゃあ私の方が奥に失礼いたします。じゃあこちらに牛がありまして、ジェラートを食べたくなってこう、はい、襲いかかってくるような、はい、イメージで描いていただきました。すごい迫力ありますよね。しかもちょっと色が紫の牛もいたりですとか、いやなんか目力もすごいありますね。そうですね。お客様からはやはり好評を受けて、はい、もう皆さんこれも写真を撮られたりとか、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆様もこちらに来てインスタ映えの写真を撮っていただければと思います。ありがとうございます。